こんばんは。めめきちさん、マイク。ナンニスさん、音符。すきおさん、マイク。ありがとう。とちゃぶさん、疲れ。かわいいも。ありがとう。ナンニスさん、ハート。たくあんさん、音符。ありがとう。え、クラクラ寝てたの？マジで？そっか。え、測って熱あったんだ。なんかそうずっとね、体温、体がずっと熱持ってるみたいなこと言ってて暑かったんですよ。でも今喉がさやられちゃってるから、くるくるマスクつけてしんどそうには帰りしてたんだけど、熱あったんだ。高松さん、音符ありがとう。高松さん、音符ありがとう。うちりさん、音符ありがとう。りおさん、トロピカルありがとう。え、扁桃腺ね、しんどそうだよね、あれね。夢向けつながってありがとう。家族、音符ありがとう。ありがとう。もっくん、ハート3連ありがとう。え、名残屋ちゃん会えたの？そう、ばったり偶然、本当にばったり偶然会いました。ありがとう。あずみんは大丈夫です、元気。ただ新幹線の中、帰りの新幹線大爆睡すぎて、そう夜何個かやりたいなと思ってたこと全然できなかった。大爆睡でした。こんばんは。あ、ありがとう。物販もありがとう。ホットステージ熱々だったね。本当にね、熱かった、激熱でした。エンダーソンさん、ハートありがとう。モックハート3連せや。マイクありがとう。たくまさん、ハートありがとう。ブルースカイさん、リンボースター、ありがとう。マキュロ音符、ミョコちゃん音符、ヤジンさん、ハート、ブーダグリさん、ハイビスカス、ありがとう。え、あっという間に広島だったけど、やっぱ長いね、4時間新幹線は。なかなかに。夢向吉さん、だるまさん、ありがとう。関さん、あとプータさん、疲れ。みよこちゃん、結婚して、ありがとう。ありがとう、手振けてくれて。こうすけさん、ググ、ありがとう。そう、ホットステージ、初めてのホットステージだったんですけど、うちりんさん、だるまさん、池田さん、いかださん、マイク、ありがとう。そう、2年前に 2.5 期の4人で、出演させてもらって、ホットステージ夢だったし、いつか立ちたいなって思ってたから、嬉しかったですね、今日。私、ほんまにホットだった。ガチホットでした。ホットステージ。暑かったね、今日、ほんと。なんか、スタッフさんで、今日が最終日だったんですよ。ティフのね。で、ティフの会場にいるスタッフさんで、3日間スタッフやってます、外でずっとやってますって人が、内側は白いんですよ。でも分かる、日に焼ける外側がもう真っ黒で、顔も真っ黒で、腕が、だから、でもそう、ここのね、日に当たらないここら辺は白いんですよ。そうだから、多分そのここのすっごい焼けてる
のはこの3日間で多分ここまで焼けたってことらしくって、話聞いたら、そうだからもうずっと外にいるからって言って、焼けましたよって言ってるスタッフさんがいて、そうすごかったもん。ここいやでも焼けるよ、こんな暑いよなと思って、こんななっちゃうぐらい暑いもんだって、めっちゃ暑かった。ま、ナポリンさんハートありがとう。しみこさんマイク、かわなぽんさんマイクありがとう。手をずっとあずみをかけてた、え嬉しい、ありがとうね、嬉しかった。買ったタオル来週の日中持っていくね、汗つけてください。つけませんひなゆかりさん本当ありがとう。え盛り上がりね、すごい盛り上がって嬉しかったです。いっぱいいっぱい盛り上がってくださって、今日のホットステージ熱気やばかった。ナポリンさんハートありがとう。なんか新幹線乗るのに東京駅に行った時も普通に人が多いよね、なんかもう人酔いしちゃうぐらい人が人で、ディフもだし東京駅も溢れてましたね。ねえスタッフさんみんな真っ黒、うん、え赤いのか、日焼け、日焼け赤い状態が一番あれだよね、お風呂とか入った時にさヒリヒリする。ケセチさん、だるまさんありがとう。みょこちゃんググありがとう。めめめけつさんハートありがとう。こうすけさんググありがとう。たかあさん音符ありがとう。かきさん音符ありがとう。確かに規制もあるのか。え、プリクラ話そうなんです、なんかねプリクラが撮れるんですよ、ティフの会場でね。で私とサーヤンさんとくるくるとあずみん、あ私は言ったか、私とサヤさんとくるくるとパセリさんの4人でね、あの撮ったんですよプリを。そしたらあのなんかめいろいろあって、なんかドッタバッタドッタバッタしながら、いろいろ出来事があってドッタバッタドッタバッタしながら撮ったんですよそのプリをね。かなはじめその4人で撮ったうちのはじめの3枚パセリさんの顔が反応されてなくってされてなくって、あれプリクラって反応されなかったらなんか元の顔よりもひどくなっちゃうんですよ。それが1枚だけじゃなくって3枚反映されなくって、そうそれも撮り終わった後に4人でなんかこうあのイラストじゃないけど各ブースあるじゃん、あそこで見てた時に気づいて4人でってなりながら、そうそうなんだ、えそんなことあるって感じだよね。だってそのちゃんと4人みんな可愛く撮れてるプリ写真もあるんですよ。初めに撮った3枚だけなぜか、しかもパセリさんだけ
なんでって普通になんでってなんで案件ですこれはなぜそんなことが起きちゃったのか案件りょうさん星ありがとうこんばんでもあれはもう一生公開しないというパセリさんとの約束のもと闇に葬られたので皆さんは見ることができませんケイセデンさんマイクありがとう一輝さんだるまさんコウスケさんググありがとうパが可愛すぎて機械見とれたんかなってそれはそうかも多分そう加工しなくてもいい可愛さと判断しちゃったんだよ機械が一緒でもいや待て待てやっぱりみんな加工してるからさ加工しなきゃなんで小さくなんでだろうなんでやろう今日隣にいたイコールラブのファンの人が ST すごいって言ってたかわいこいってマジで嬉しいへえそれはめっちゃ嬉しいですえー嬉しい嬉しいなジョーカルさんかわいいありがとうネスお疲れありがとうそう言ってもらえるのもっともっと増やしてファンにもなってもらいたいね頑張ろうこんばんはでも嬉しいでもさ本当にさ STU のファンの方以外じゃない方もたくさん見られてたリフだったから今日とかステージとかいいなって思ってもらえてたらいいなやすさんマイクありがとうレイさんマイクありがとう直接見るあずみん可愛くて可愛くてねえあずみんは直接会う方がいいらしいです直接会う方がいいと有名ですねなのでみんな会いに来てくださいあずみんに会いに来てくださいやすさんハートありがとうみょこちゃんマイクありがとうこんばんは。暑いですね。レザーハート、ありがとう。こんばんは。なんかさ、話したいことがあったんだけど、忘れちゃった。みんなに話したかったこと。なんだっけな直接かつ動いてる方が可愛いですえそうなんやそうなんやなんだっけなあ出しちゃったなんだっけななんだっけな何の話したかったんだっけな。あ、そう。花だれです。花だれが東京公演がの開催のが決まりましたー。そう、今日ね、TIFFの会場でお知らせですって告知をしたんじゃけど、なんと花だれ東京公演決まりました。懐かしいですね個人的 ST48 としてもあの私が初日を迎えさせてもらったあの東京公演ぶりの初
花垂れ東京公演ですね。そう、結構ね大きなキャパで会場でさせていただくので、そう、ね、花垂れも新公演になるからもう花垂れ見れるのもって感じなのかな。全然ちょっと新公演情報が私もわからないからあれなんだけどね、だからいっぱい東京の花垂れ来てほしいなって思うし、8周年ガーデンシアターに向けてのね東京開催っていうのもきっとあると思うので、埋めたいね、埋めたいですね花垂れ。ガーデンシアターを埋めるっていう目標をみんなで達成するためにも花垂れたくさんの人に来てもらいたいな。格安部の番外編で渋谷会場、え、そう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 なんです、そうなんよ、それもお知らせがありました。こんばんは、待ってるね、絶対行きますって。あのヤズメ見てなかった今の俺はここにいない、嬉しい、ほんまに宣伝拡散大事マジで。ジュータさんハート、主さんハイビスカスありがとう。でも瀬戸内で花垂れ瀬戸内でもやってほしいみたいな声も何個か見て見たりして、確かにそうだよなとも思いながら、こんばんは、東京の花垂れ子やってたいくね、ありがとう、待ってるね、絶対来て、こんばんは、ね、そう愛媛と徳島でやってないんだよね花垂れがね、初めの初日とかが香川ってやったのか、ねえそうだったよね、うん、そうね、なんかね瀬戸内のファンの方も母数をね増やしたいなって思うし、やっぱり東京の方での認知度も上げていくべきではあるし。こんばんは、でも瀬戸内で
広島に限らず他の瀬戸内の県で公演は数増えてもいいなとも思うし、関東もね、どうなんだろう、 ST48 やっぱり関東のファンの方の方が多いのか、多いのかな、全体バス。TikTok で前では知名度で前、まあそれはそうだね、本当に。確かにでも関東と関西多いイメージあるよね、わかる。ピックトロさん尊い、ありがとう。ヤスンさんマイク、コネマルさん音符、コネマルさん結婚してありがとう、可愛いもありがとう。ケアシアタイム、あ、関西、行きたい。小豆島音源、え、確かに小豆島なんかね、多分音源作ってもらうエルっぽいから、小豆島ね、私もね音源出たら踊りたいなと思う。今日ね、なんだっけな、 TikTok 今動画の更新できてなかった分、今日の TIFF で何個か TikTok 新しい動画撮ったから、ちょっと待っててください、明日あげる。今日ね、夜実はね帰る途中にあげようと思ってたんだけど、ちょっと新幹線でちょっと睡魔に打ち勝てれんかった。明日あげます、明日の夕方ぐらいかな、 TikTok あげるのでちょっと楽しみにしててください。こんばんは。優しい。そう。でも控え室で撮った、うん、控え室の空いた時間に撮った。ケータリングはね、ポキ丼ポキ丼って知ってる？ポキ丼、なんかマグロ、ネギトロ、アボカド丼のこと、ポキ丼っていう、そう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 、あれを食べました。8月31日のオンライン、12月8日のリアル話大阪、申し込みしたよ。え、ありがとう岡坊さん、ありがとうね、え、嬉しい、待ってる、ありがとう。今ね再販中なので、ぜひお待ちしております。話し会はあ、ねえ、今のさ抱えている絶望を聞いてほしいみんなにもうこれがさ、あずみん的には結構絶望で
あのね、今から2曲覚えんといけんふり泣いちゃう、はあ、絶望の匂いですね。これはこのことをもう考えて明日までです。明日まで、明日までに覚えなきゃいけないから、これから頑張ります。そう、睡眠学習にかける、本当にやばいよ。ちょっとその未来を考えると今元気が出ない元気が出ないんです。ちょっとこれは元気出したくてもちょっと元気が出ない。頑張ります。ほんとね、ちゃっちゃと覚えて早く、ほんとね、ちゃっちゃと覚えよう。多分これ、ああ覚え、はあって思って、先延ばせば先延ばすほど睡眠時間も短くなる、なって、多分めんどくさくなっちゃうから、これはもう1曲30分行きたいね。1曲30分で覚えれたらいいな。でもな、いけるかな。2曲1時間なんかのチャレンジ、本当にダンス、うん、ダンス曲、いやそんなダンス曲じゃないかも。でもね、帰る時に動画だけこう見たんですよ。さすがに動かんと覚えれんから、これはそんなにむずくないけど意外と細かいやつだぞって思って閉じましたこれはちょっとと思って閉じました。本当に頑張ります。実際1曲覚えるのどれくらいかかる、なんか物によるんだよね。物によるけど、ほんまにめっちゃでもスピードは上がった。 STU 入って動画見て覚えるのめっちゃ得意になったんですよ私。動画見て振り覚えてレッスン行くってことがもう今忙しくなったりしたらほぼ毎日 何曲か覚えながら行くこと増えたから、1曲1時間では1時間でいけるかなって感じですね。ものによるけど、ものによっちゃ2時間かかるし、逆に30分ぐらいで覚えれるものもあったりするけど、だいたい1時間かな。あとフルとか1時間半とかワンハーフ、あ1時間でワンハーフとかによっても違う。フルだと1時間はかかっちゃうな。ワンハーフだともうちょっと多分早く覚えれるのかなって感じですね。そう、全然違う。ワンハーフとフル全然違います。もう結構ね、1番と2番で振りが違うってこと多いんですよ、アイドルのダンス。うん、結構多くて、だからワンハーフだとその分2番の振り付けは覚えなくてもいいみたいなところあったりするから、そう割と多いんですよね、1番と2番で振り違う。
たまにあります。1番2番ラスサビが違うとか絶望します。そういう時は、いやー全部違うよーと思いながら覚えてますね。それで言ったら愛の重さとかそれですよ。1番2番さラッサビで振りが違う曲です。愛の重さ、うん、違う。1番はこれだけど、これで2番は愛の重さ初めてはかで、ラッサビがこれだから愛の重さは全部違うわ。確かに立ち位置ね、立ち位置はでもそうだね、慣れかもしれない。これもあ、愛の重さめちゃめちゃ、え、ね、愛の重さたまにフェスでペダル2人目力以外の曲でストーリー作ってほしいなと。そっかー、でもねやっぱり一番ね盛り上がるのがペダルと夢力なんだよね。フェス向きだしね、難しいところだよね本当に。愛の重さは MV 撮影とかいろいろあって、どうやったっけな、 MV 撮影はねラッサビしか踊ってないんですよ MV で。あの7周年のツアーの初日に愛の重さフルで披露したんですけど、その前に MV の撮影があったから、その MV の前日にラスサビと1番まで振りが入って、初日の神戸の日の前日に全部の1曲まるまる振りが入りました。え、ありがとう、物販行くとこまで、え、そうだったの、来てほしかった物販。むずい、愛の重さ難しい、結構こんじゃけの一杯の水とかでも、なるほど、確かにね、確かに夏フェス。こんばんは。まあでもサマステジャングル生き様とあるので、頑張りあずみん、いいな、頑張りやちゅうみたいなやつあずみんも欲しいなって、作りたいなって思うけど寝れないよ、ゆっくり休ん、ありがとう、みんなもゆっくり休んでね。でも
っかり、うっかり、うっかり遊び？なんか、なんか、頑張ります。頑張りでつなげれるじゃん。意外とあってなくない？頑張りあずもあるけど、綺麗じゃないじゃん。つながりが頑張りやつの方が綺麗だよ。っていう感じで、なんか花だね公演の時に 2.5 とリアツーとなんかみんなでいいな頑張りやつみたいなの欲しいなとかって言ってたんよ。たら頑張りますで頑張りまーずみんはってみんなに言われて、まーを伸ばしてあに強制的にあにするって、頑張りやつ頑張りまーずみん行ってきまーずみんっていう言って遊ばれました。私の名前で花だれ終わってさ、頑張りやつみたいなの欲しいって言ったら、そう頑張りまーずみん行ってきまーずみん、いいな。リってリって使い勝手いいのかな。結構頑張ろうかだ、頑張ろうかだ、あ確かに頑張ろうかだ、あまだまだ頑張りまーずみんの方よりもいいわ。頑張ろうかだ、頑張ろうかな、頑張ろうかな、そう多分ね、アザミンがヒットしすぎてんのハマりすぎてる。アザミンのハマり具合いいよね。最近リア充にめっちゃアザミンさんって言われるんです。多分リア充の中で私のことアザミンって呼ぶの多分流行ってるこの前の花だれからそう、まあ、一気にね仲良くなれたんだけど、花だれ結構きっかけで、花だれきっかけでアザミンさんアザミンさん、アザミンさんに一生ついていきますってアザミンさんに、アザミンについてきてくれるの、アザチューになってねってやつも、アザチュー、アザチューになっちゃうって言って、早起きして練習するタイプじゃないって。私ね、練習して一回寝た方が体に入りやすいんです。なので寝る前ですね。そう、ね、アザミン、アザミン結構ヒットいい感じにハマってるんだよね。公式ニックネームでもいいよね。せん公式にはしません公式には絶対せん。いちごも公演自己紹介の時アザミンって言ってるって言って、わ本当になんてことだ。みんな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 3期までアザミンって言い出し始めてしまった。あそう、なんとかミンね、ミンが使い勝手いいよ。ウマミン、アザミン、アザミン、ミンが使いやすい。おはみん、おやすみん、それもアネミン、ミン使いやすいよね。ミンが使いやすい。本当によし、じゃあ壇上読めます。壇上読めます。
13位たくあんさん、ありがとう。12位もえむきちさん、ありがとう。11位ケーゼティンさん、ありがとう。あ、ちま変わっちゃった。13位たくあんさん、ありがとう。12位ケーゼティンさん、ありがとう。11位もえむきちさん、ありがとう。10位プッタさん、ありがとう。9位くまねパパさん、ありがとう。8位とっちゃんぼうやさん、ありがとう。7位ぬっしーさん、ありがとう。6位みやこうちゃん、ありがとう。5位かぎ37さん、ありがとう。4位こうすけさん、ありがとう。3位こいさん、ありがとう。2位こにゃまるさん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルバン、ディオさん、ありがとう。ありがとうございました。じゃあもうちょっと頑張って休みます。ありがとね。おやすみ。また明日。ティフもありがとうございました。暑かったからね、みんなゆっくり休んでね。体冷やして、でも冷やしすぎずゆっくり休んでね。今日も一日お疲れ様です。ありがとう。じゃあねえねえあずみんで終わりますせーのって言ったら、ねえねえあずみんって言ってください。せーの、なーにー、ありがとうございました。おやすみ、バイバーイ。